はい、それではボロリンオペライーゴリコーより脱炭人の踊り2回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね91小節目からの解説となります。はい、ここからですね4分の3拍子アレグロの速いテンポに入っていきます。で、まあ、4分の3拍子と書いてますけれども実質上はもう一つぶり1拍子で指揮は振ることが多いですのでもう、大きな1拍子と捉えていただけたらと思います。はい、まず4小節間休みがありましてベースは95小節目から入っていきます。で、フォルティッシモのこのデーはもうそのままもう開放で取っていただいて構いません。ね、はい、でそして、99小節目からの、ハーの、4小節間にわたるタイの部分は、ここはもうフォルティッシモをキープしたいのでここは、途中で替え弓をしてください。2小節単位で切っていただいて構いませんので、必ずここはこう痒みをして、いただけたらと思います。はい、それが、同じ形が、103小節目から、8小節間続く形となっていきます。はい、そして、111小節目なんですけれども、ここのまず、フレーズなんですけれども、まずポジションなんですけれども、まず大きく2つの、取り方があります。まず1つは、ゲーセン1本で、取る方法ですね。まず最初は、第2ポジションからスタートしていただいて4-2-2-1というふうにというふうに、ゲーセン1本で取る方法があります。もう一度聞きますとっていう風な取り方ですね。はい、でもう一つ二つ目は、第4ポジションから、スタートしていただいて、アイスとハハのこちらのみをデーセンで取ってその後の次の小節の、デーチスこのデーチスのみをゲーセンで取ってまたその後、デーセンに戻るというパターンですね。これはという、取り方ですね。というこのような2つのパターンになります。まあ、どちらで取っていただいても構いませんのでやりやすい方法で、やっていただけたらと思います。はい、そして、その次ですね113小節目、ここはもうそのまま、ゲーセン、1本でもう第5第6の中間ポジションからスタートしていただけたらと思います。で、これも、まあ、先ほど説明しました通り、最初の111小節目をどのように取るかで、またその後のポジションが変わってきますので、最初の1回目のパターンでゲーセン1本で取る場合は、ここはもう当然、ゲーセン1本で降りていただくという形になります。はい。で、2回目の、デーセンに第4ポジションを選択する場合は、最後の、3拍目のこのハーだけを、第4ポジションでデーセンで、取るという形でその後はこのようにまた同じ形で戻っていただけたらと思います。はい、そして117小節目はそのまま、ですね。はい、すいません、このまま最初の、1拍目のアイスだけを第4ポジションで取っていただいた後は開放でゲーに戻っていただいて、そのままあとは第1ポジションからハーフポジションで戻る形になっていきます。はい、そして119小節目は先ほどの95小節目と同じ形がまた続くでいきます。はい、127小節目からも同じ形ですね。はい、で134小節目から、ディビーチとなりまして、アウトとインで、長さが違いますのでそこだけ注意していただけたらと思います。まあ、基本は、まあ、頭打ちというふうに考えていただいて構いませんの でアウトの方はもうそのまま第一ポジションからであとはもうそのまま同じゲーセンでも上っていただいて143小節目以降の、上の、デーを取っていただけたらと思います。で、インの方はもうそのまま、開放弦でも、両方とも取れますのでここは問題ないと思います。はい、そして、その後ですね、100ずっと、同じ形がずっと続いていきまして、160小節目から、クレッシェンドがかかる形になっていきます。はい、で、まあ最終的に171小節目でフォルティッシモになるんですけれどもその前のフォルテになった段階で、まあ、インの方はもうそのままあのだあのか
その、フォルテンになったあたりから、ま、あの場所とすると、ま、4小節前ぐらいのあたりから、ま、あのダウンというふうにあの弾くことも考えられるんですけれども、ま、ここはもう、アウトがですね、もうそのままずっと、同じ弓順でやらざるを得ませんので、もうここはもう弓順でやっていただいて、構わないと思います。はい。そして、171小節目はまた同じ形が戻っていきます。はい。そして、それがまた、171小節目から、186小節目まで、続きまして、そして、187小節目からはまずここがポジションなんですけれども、でそのまま、第2ポジションで取っていただいて、その後は、189小節目は、第3ポジションで D 線に移っていただいて形ですね、はい、でそしてそのまま、でここまでまだ第2ポジションで取っていただいて、その次のチスをここで第2第3の中間ポジションに移っていただくと、その後の、これが193小節目のこのオクターブのチスが、取りやすくなってきます、ね、あとはもうそのままそれ以降は弦線で降りていただいて構いません、はい、で195小節目からまた同じ形が、続いていきます、はい、そして、207小節目からなんですけれども、ここだけあのハーの、タイム伸ばしが3小節目間だけになってますけれども、まあここもあの途中で買い見していただいて構いませんので、210小節目の最後の D の部分が、ダウンに終わるように、もう途中で買い見をしていただいて、構わないと思います。はい。そして、そこからはですね、あとずっとピッチカートが続いていきまして、アレグロの部分が終わるという形になります。はい。今日はここまでとさせていただきます。はい。特にですね、111小節目からのポジション取り。まず、最初のパターンを、ゲーセン1本で取るのか、あるいは、デーセンの第4ポジションでスタートするかによって、その後のポジション取りが、変わってきますのでね、あの、やりやすい方法を、考えていただけたらと思います。はい。2回目の解説は以上になります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。